吉田勉です。今日私の出身校の福岡中央高校にやってきてます。この福岡中央高校といいますと、女子が非常に優秀でありまして、2人のなんとですね、芥川賞の受賞者が出てます。どちらも旧制女子の時代じゃなかったと思いますが、今の制度だったと思いますが、森さんと大道さん。私は大道さんが年齢が近く私の下ですので、大道さんの本を読んだことがあります。実はなぜ公募したことを言いますかというと、私も一時1年間ほどですが、文芸部に所属をしておりまして、何の作品も残しておりません。ただなんか本を発行するのに広告取りに行ったんじゃないかなという記憶をしておるだけでありますが、そうした自分の記憶の一端も同じ部に所属をしたという懐かしい気持ちでありますし、賞を2人も出すというのは他に類がない学校だろうと思っております。本当に女子は優秀でありました。我が福岡